タジオジブリの世界が広がるジブリパーク。開業から1年、今も国内外からの観光客でにぎわっています。こちらは映画耳をすませばに登場するバイオリン工房の地球や作業場の様子も細かく再現されています。しかし愛知には100年以上続く本物のバイオリン工房があるんです。大府市にある鈴木バイオリン製造です。ジブリファンを中心に話題となり、工房の見学会や作業体験を企画したところ、ひっきりなしに人が訪れるようになりました。ジブリパークの開業をきっかけに、愛知のバイオリン産業が広く知れ渡ることになったのです。まあ、よく見れば地球屋に似てるよねっていうところからですね、こちらで今バイオリンの制作体験というのを一つのプロジェクトとして行ってまして、今年の夏休みはもう本当にすごい数でした。はい、鈴木バイオリン製造は創業者の鈴木正吉が明治21年に第1号のバイオリンを完成させ、その後独自の生産設備を開発し、日本で初めてバイオリンの量産化に成功した会社です。その品質は当時世界にも知られていて、あの物理学者アインシュタインも、最優秀なる希代の芸術に対して驚嘆の念を禁じ得ないと創業者の正吉に手紙を送ったほどでした。この日工房に一人の男性が、あ、もう弦もない、弦もない状態で持ち込まれたのは100年近く前に作られた鈴木バイオリン、修理の依頼です。ここに鈴木正吉って書いてあります。書いてあるんですか。昭和5年以前に買ったんだと思います。どういった形で音が出るのか楽しみにしてます。はい、ただ近年は価格が安い中国製のバイオリンが普及し、国産バイオリンの売り上げは低迷しています。鈴木バイオリンも存続の危機に瀕していました。会社のピンチを救うため再建に取り組んでいるのが5代目社長の小野田雄馬さんです。小野田社長は自動車部品メーカーで M&A や財務を担当していたこともある異色の経歴の持ち主。5代目にして初めての外部からの社長就任です。毎月のように数百万円がどんどんこう目減り、湯水のように目減りしていくという、まあ、大出血してるような感じで、ね、止血できてない感じでしたね。ブランド力はありますし、はい、職人さんのそれぞれ個々の技術は高いんですけども、なんというか本当会社としての生産体制が整ってなかった、あとその時代に即した付加価値っていうのを提供できてなかった。そんな小野田さんが再建のために打ち出したのは原点回帰、日本のバイオリンの品質を世界に認めさせることでした。けどバイオリンってこう何が難しいって、最初の調弦が難しいんですよ。音を合わせるのが難しくてですね、で安いバイオリンとかですとこの辺の作りが楕円形になってしまってたり、そもそもこれがカチカチカチって回っちゃうとか回しにくいとかあるんですね。で結構ただでさえ難しい調弦をバイオリンはかなりここは精巧に作らないといけないんですけども、やっぱこういった細かいところの作りが日本の職人さんって得意なんじゃないかな。なんかその中国で作られたものとか海外で作られたものはやっぱりここら辺が粗悪だったりとか、見た目は綺麗なんですけども、やっぱりそのプロダクト設計の本当細かいところが、細かいところまで手を入れれるのが日本の職人さんのいいところなんじゃないかなと。精密で美しいメイドインジャパンのバイオリンを世界に売り込みたい。そこで小野田社長が狙いを定めたのは中国と韓国でした。これらの地域の富裕層に高品質の日本のバイオリンを売り込む戦略です。強化していきたいのはやっぱり海外輸出ですね。今後はアジア、韓国、中国をターゲットにしていきたいなとは思っております。さらに小野田社長は本社がある大府市と連携し、この地をバイオリンの里として世界にアピールしたい考えです。日本製のバイオリンっていうのが世界で評価される時代が来るといいなと思ってますし、はい、鈴木バイオリンとしてもそのなんていうかパイオニアになれるようにしたいなっていうのはあります。はい、メイドインオーブをどんどん輸出をしていって世界にも品質でも認められたいなっていうふうに思います。